本当に多くの方に愛されている作品で、そしてですね、ちょうどアニメも去年から放送開始されたということで、僕たちも舞台劇として、舞台劇だからこそ表現できるカラクリサーカスを皆さんに楽しんで見ていただけたらなと思っております。僕ら本当に骨身を削るような思いで、この作品を作りましたので、ぜひとも皆様お楽しみください。本当に、今日がやっと来たなという気持ちでいっぱいです。そして村井さんを筆頭に、本当にこの作品はみんなで意見を出し合ってアドバイスを出し合っての素敵な作品になったと思います。今まで舞台の経験があんまりないことでスキルがあんまりなかったりだとか、すごく自分自身悩むこともたくさんあったんですけれども、キャストの皆さん、スタッフの皆さんにたくさんのアドバイスをいただいて、自分なりにすごく頑張ってきたので、今回、キャストの皆さん、スタッフの皆さん、そして見に来てくださるお客さんの方と、素敵な舞台を作り上げていけたらなと思います。初挑戦の役柄でとてもいろいろ考えながら稽古してきたんですけれども、ステージングもこう360度っていうので初めてのことばかりですごい戸惑ったんですけれども、もう今日初日になってあとは幕を開けるだけなので、ここからは白金フランシーヌとして一生懸命生きていきたいと思います。稽古が始まって約1ヶ月経ったんですけど、村井さんが1回目バイインとバイジンを正確に言ってくれたことがなくて、金と銀という呼び名でやってきたんですけど、それにも屈せず1ヶ月一生懸命みんなで稽古して作り上げてきました。皆さんを本当にサーカスの会場に来たかのように思わせられるような作品をみんなで目指して作ってきたので、それを今日皆さんぜひ楽しみにしてもらえたらなと思います。めっちゃ近いですよ、客席と僕がっていうかみんなが結構話し合って稽古とかも進めてきたんで、いい緊張なのかなと思っております。その緊張をプラスにも重ねて、もう勢いよく楽しんでいきたいと思います。僕はもう見た感じも、ね、短パンで半袖なのでもう小5ですもう、ね、みんななんか長いよね。長い。僕はちょっと布が、中だわなので、はい、こういうふうに24歳が小学5年生をさせていただいてるので、衣装とか力を借りて、私たち白金フランシーヌ役は合計で12回の着替えがあって、すごく裏ではバタバタしているんですけれども、思ってるより見た目より着心地が良くてですね、ストレッチ性のないストレッチ性がないのストレッチ性のない生地で頑張って、でちょっとどこまで言っていいか分かんないですけど、私はゾゾスーツってずっとこれを呼んでましたゾゾスーツ、はい、下がちょっと長くて階段の時に踏む事件が結構あるんで、そこぐらいです、そこぐらい自称に関してね、特にそんな困った様子はない。困った様子、光大君と結構いた時間いたね、けど別にかなすごいなんかでもなんかいてすごく落ち着く方なんで、普段でもお泊まりとかしたりする仲になったので、稽古場でずっと二人でずっともうべったりしてます。ずっとももかしがこうやってやってる頼られてるこうやってずっとやってる、どうぞどうぞって一緒に空いてるよってですけど、クリスマスと年越しをやっぱみんなで過ごしたので、なんかすごい2018年ほとんどみんなといたんじゃないかってぐらい濃くなりまして、みんなでジェットコースターを乗って最後にカメラチャンスみたいなところがあったんですよ、はい、みんなピース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 それだけこれになってたんですよ。でも自分これ人生で初めてやってミスじゃん、ミスなの俺もびっくりしてんの。だって別に憲法でもないんじゃん。憲法ではない、親指出すなって先生に言われてるからなんか親指取られたらやべえから